株式会社当地区県は、福岡県北九州市八幡西区堀川町4番1号に、本社を置く日本の食品会社、弁当の製造販売、飲食店経営、売店の運営などを行っている。折尾駅を中心に、鹿児島本線、筑豊本線の9カ所の駅で柏飯をはじめとする、駅弁の販売と立ち食いの駅うどん店の運営を行っている。 前身の畜試験時代から発売している柏飯わめしの他、幕の内などを発売している。駅弁だけでなく行楽料理や祝いごと仏事解析などの仕出しも行っている。以下の場所にある。駅構内以外の売店もある。福岡ドームでも弁当を販売している。なお、オリオ駅4.5番乗り場では、ホームでの立ち売りが行われている。 2011年6月に販売員が体調を崩して自宅療養となり中止されていたが2013年2月から新たなスタッフで再開された。九州で立ち売りが残るのは他に人吉駅と吉松駅のみで常時立ち売りを行っているのは織尾駅だけだという。かつては東郷駅にも駅弁、うどん店があったが2010年2月10日をもって閉店した。また、 かつては、枝三駅でも、駅弁のみ販売していた。以下の店舗は、エビツ、大丸天神店を除き弁当のみ販売。ありがとうございます。